上田祐介は日本のプロレスラー。九州産業大学卒業後に地元で伝説資材卸売業のサラリーマンとして過ごす。就職して1年目に結婚するが3年目に離婚し仕事も辞める。単身状況をし六本木のサパークラブに勤務後、大学時代の先輩である住谷晋介のつてでプロレスラー坂田渡が経営する飲食店。 大館山渡るに転職。さらに同じく、坂田渡る経営のトンカツ店、吉勝の店員、都内フィットネスジムでのインストラクターを経て、現在は、竹芝コロシアムを運営する、株式会社エクスカリバーに所属。7月10日、UX ヒルとして、西町深く闘技やリーナで行われた、ジェッツ一番美キラー戦でデビュー。55秒の秒殺劇で敗戦。九月十日、 新宿フェイスにて行われたハッスルマンズワールド旗揚げ戦でジョーメガロドンを相手に2戦目を行うも敗戦。9月11日、新宿ロフトプラスワンで行われたイベントうまい棒大感謝祭にうまい棒レスラーとして出演した。10月27日、ハッスルマンズワールドにで世界の競合シリーズ第3弾として民体数セカンドと対戦するもまたしても敗戦。 11月2日、ジェッツ2の試合前、黒の中村監督に対して、バンビを連れて来いと、バンビキラーとの再戦をアピール。しかし当日姿を見せたのは、バンビキラーではなく、海援隊土女のバンビであった。そのバンビには、無知でぶたれまくり、本気で痛がる姿に、会場は大いに湧いた。この試合が好評だったことから、 ジェッツ3での対戦相手は世界の無知使いと発表された。12月4日、ジェッツ3でその世界の無知使いこと藤田実と対戦。再び無知でぶたれて敗戦。12月28日、ジェッツ4座忘年会プロレスリベンジ。にて初のメインイベントを務める。パートナーは坂田渡る。対戦相手は大谷慎次郎、小品か四郎組。 大物相手に意地を見せるも初勝利ならず。1月27日、ハッスルマンズワールド4で、神風、バンビとサンウェイの、酔いどれルールで対戦。またしても無知の餌食となり敗戦。4月2日、ハッスルマンズワールド5では、スーパー宇宙パーに3本勝負で挑むも、圧倒され敗戦。ハッスルシロス、とエールを受ける。5月28日、 ハッスルマンズワールド6のメインカードにて若田カジェット新介、坂田渡ると共に3対5の変則タックマッチに挑み ITO から飛びつきスイング DDT からの片見が固めで初勝利を挙げた3月16日01後楽園ホール大会にて突然のハッスルマンズワールド集結を宣言される中村監督はお前が上田雄介として もう一度このリングに立てる時が来たら、その時は、ハッスルマンズワールド、認めてやるよと発言。以降、UX イルは、表舞台から姿を消し、再デビューに向けて、猛トレーニングを積む。9月19日、リングネームを、上田雄介に改名。01、若大将カップたけしはコロシアム大会にて、再デビュー戦を行う。6分31秒。 逆肩エビ固めで破れる。デイリースポーツ、UX イルが、うまいボーイイベント出演暴行事件で引退した元、高野富士と対戦するディラン・ジェームスとは何者なのか ?TV 出演や、素行不良で、解雇の過去が発覚し、美人で事件を起こすバトルニュース2020年9月13日。ありがとうございます。